はい、えー、皆様、こんばんは、えー、とただいまの時間は、えー、と2019年の1月の6日、えー、23時30分になったところになります。はい、えー、いかがお過ごしでしょうか、えー、と今日はひときわ寒い一、えー、日であったなぁと思ってますで私の方はちょっと今日、ね、えょ、ー、と外の方で仕事をしてきてたんですけども一日中ねずっと外にいた現状本当に今日は一日寒いなぁと思いながら仕事をしていました。 でその仕事がね終わったのも大体21時頃になって帰ってきた形なのでねなかなかそんな準備もできないまんま、えー、と今収録しているところですでネタに関してももともと集めてたものを使ってね今日は、えー、と収録を、はい、しようかなと思っております はい、いかがでしょうかね、えー、となかなか、ね、マイクの設定とか、あともろもろの設定が、ね、うまくちょっと決まらなくて、シックハックしているところなんですけれども、すいませんね、そこは、えー、と皆さんにご協力いただくような形になって申し訳ないんですけれども、はい、もうしばらく、ね、お付き合いいただければと思っております。はい、ではね、えー、と今日のお題についてちょっとお話しさせてください。 はいえー、と今日のお題は、えー、とほう,きほ,うきですほうきについてちょっとお話しさせていただこうかなと思っております。はーいえー、と皆さん、えー、とほうき、使ったことある方、えー、たくさんいるかなと思います。で、そのほうき、えー、私もバイト先まあバイトをしてたりするので、そのバイト先であったりとか、あと、職場であったりとか、あとね、えー、と実家とかでもそうなんですけども、はいえー、とほうき使います。 でよくね、DIY ショップとかに行くと、ほうき売ってるかと思います。で、あれってどう考えどうあがいてもか、どうあがいても大体いい2、3000円、高くても5000円ぐらい、5000円もちょっと高いと思いますね、はい、えー、するものだと思います。で、例えば、あともうちょっと突っ込んで話をすると、あのー、よくね、小学校の頃に使ってた、掃除に使う自在ぼうきってあったと思うんですけど、 はい、あの自在放棄もだいたいいとこ2000円なんですね、はいで。ところがですね世の中には、はい、価値が全く、えー、おかしな方向に吹っ飛んでったっていうものも実はあったりするんですね。まあ、どんなものでもそうだと思うんです極端なものっていうのはあるんですね。で、えー、と物事の1の個の例として今日放棄の、えー、お話をさせていただこうかなと思います。 で今、上げたものはだいたい下の方、だいたい底辺からてっぺんまであって、その底辺側になるものです。じゃあ、えっほうきの最高額、僕が、えー、と知った中での最高額っていうのは、じゃあいくらなのかっていうと、えー、と1本100万円するそうです。 はいえー、と1本100万円という金額ですけれどもまあ、あのー、カメラとかはね悔しい方とかだとまさすがにちょっとねその白レンズの中でもねかえっ、ー、と3立方ぐらいまでしか買えないで、ねえー、買えれば十分かなと思うんですけどその100万円という金額本気に100万円ですあのレンズとかに、ね、100万円出すのはまあ分かるにしてもほうきに100万円を出す勇気あるかっていう、えー、と問い合わせですよね。はい でその放器に100万円どういうところが違うのかっていう、えー、お話ですでまず放器っていうのは何から作られるかっていうともう、えー、皆さんそんなに知らないと思うんですよねはいで私も今回この放器のネタを作るにあたってちょっと調べてみました放器何から作られてるのかはいでまず一つは、えー、と僕らがよく知っている自在放器であったりとかっていうのははい いわゆるね、石油からできた、ねえー、と余計なものから作られる、いわゆるアスファルトみたいなものですね、そこをプラスチック化して、ほうきの先っちょくっつけて、シナリオを良くして、でえー、自在ぼうにして販売する、大体それがやっぱり1000円ぐらいのものなんですね。はい で、じゃあその1000円ぐらいのものとその高額100万円のほうき、何がそんなに違うのかっていうと、えっ、ー、ともう全然素材が違ってくるんですね。で、素材、何が違うのか、えー、その一つは、ほうきモロコシという素材が、えー、世の中にはあるということが分かりました。じゃあそのほうきモロコシ、何なのかっていうと、イネ科の植物です。で、よく使うのが、 放棄以外によく使われる素材があります。畳です。はい、あの畳、えー、僕も大好きなんですけど、あのー、イグサっていう植物があると思うんですけど、あれにそっくりなものと想像していただけると,、えー、と幸いです。で、畳とかござっていうのはあのー、新しく入れるとイグサのいい匂いがするんですね。僕あのー、イグサのいい匂い大好きで。 あの新しい誤差とかが、ね、あると本当にいや落ち着くなって言ってお茶とか、ね、飲むのが大好きだった、まあ、おじさん的な発想ですけれども、はいでえー、とこれ非常に強い油分を持ってますのでこれを、えー、とあの雑巾とかでキキキュッキュッキュッ拭くとすごい勢いでツルッツルになって本当に綺麗な艶が出るんですね、はい、でそれを、えー、と江戸時代頃から職人たちが えー、ほうきの素材ととししてて使っていましたとでじゃあその100万円のほうきどこで作られるかっていうとえー、と岩手違う青森県ですね青森県で、えー、とほうきもろこしを作っ、えー、ほうきを作っている会社が実はあったりします。でそのほうき大体、えー、100万円するんですけれどもその100万円するほうきはえっ、ー、と 1>, 1年に1回収穫できるんですけれども、えー、その収穫できる中でも、えー、と1割とか2割ぐらいでしかその中でも使えないその100万円の、えー、ほうきのために使うための、えー、と枝葉っていうのがあるんです。 なないそうなんですねで残りの9割は普通の例えば15万円とか1万円とかにまあ、それでも十分高額だとは思うんですけれどもその最高級っていう、えー、呼ばれるその放金には、えー、と1割ぐらいしか使えないっていうことなんですね。なので、えー、とよくあるね貴重その高額商品っていうのは貴重品だよっていう言われるものの部類の一つだと思うんですけど。 数ある中で生産される中でもさらにさお限られたとこしか美味しいところしか使えないっていうために、えー、100万円に,、えー、になってしまう1本100万円してしまうってことですねでかつそのは下っていうのが大体50万円というですね破格の値段を、えー、しているそうですでこの50万円のほうき調べたところ10本売れたそうです でその10本売れた先っていうのは東京都内の、えー、と高級住宅地の方でどうも売れ、えー、と販売されたようです。で、えー、と何のためにじゃあこれ売ったんだろうねっていうのをいろいろまた調べていくと、あのー、掃除機とかあとは、えー、と夜何かを掃除しようとしたときに非常にいわゆるウィーンってあのモーターの音するんでうるさいっていうことのようなんですね。で えと今回の,この紹介したほうき草用の50万円のほうきは、えー、と柔らかいので、えー、とどんだけ、ね、バッサバッサ入ったとしてもそんなに音がしないよといわゆる集合住宅地で、えー、と掃除機かけたらモーターの音で周りに迷惑かかっちゃいますけれども、えー、とこちらに関して言うと,、えー、とあんまり迷惑がかからないっていうことで はいえー、と非常に、えー、とセレブな方々に、はいえー、と好評だったようです。で、その方々用に作って、えー、その方々が、えー、と使って、えー、10本使ってますと。で、その耐用年数は、なんと30年近く持つそうです。えー、それほど非常に質のいいほ器だから50万円するんだっていうことのようなんですね。はい でのの価値にはね、あのー、貴重品だから物がつくっていうものとあと貴重品いわゆるんだろう数がないからっていうものとあとその人しか作れないからいわゆるオリジナリティが強いんでその商品価値はどんどん上がっていくっていうものと。 2、はい、つは結構、えー、何種類かありますけれどもこのほうきが1本50万円するっていうのはもう完全に、えー、と数限られたものしか作られないから50万円するんだっていうことですよね、はい、なので、えー、とそんだけの金額しちゃうんだっていうことですねはいまさかね僕もほうきだった一つのほうき ほうきっていう世界だけでもこんな細かい世界があるなんていうのはねちょっと全然思い浮かべもしませんでしたはいでまさかね本当に1本3万とか5万とかでも驚いたのに、えー、100万円するほうきっていうのが実際実在するんだっていうのを見た時にああ世の中の価値って一体何なんだろうなっていうのを、えー、痛感した、えー、と今回のネタでしたはい もので、ねえー、と物の価値っていうのを、えー、と皆さん、えー、よくよく見た方が、えー、とみんなのためにいいのかなとうんな私もそうですけれども、はい、本当にこの商品、そんだけの価値あるのかなって自分の生活の中でその50万円、100万円の価値生かせるかなっていうのを、ね、よく考えた上で何か行動を起こした方が皆さんが、まあ、僕も含めて、はい、得になるんじゃないかなと思って、はい、今回の動画のネタとさせていただきました。 はいそれではねまた明日はい動画の方を、えー、作成してアップロードしようと思いますはい、えー、また明日それではよろしくお願いいたしますすみません失礼いたします